決めた。あなたを私のものにします。黙るの。あのね、意図を聞き出すとか冗談なのか確認するとかできないの？少しは自分の考察を入れて。あなたの頭は空洞なの？では不本意ですが、一から説明します。あなたは素直すぎて、放っておくと危なっかしいです。だから私が管理します。終わり。大まかなところははしょったわ。でもそれが私の思うところのすべて。気になるのよ、私と考え方が違いすぎて。教材の片付けにしても、私の手伝いにしてもそう。普通は自分からなんて絶対しないわよね。ううん、やらないどころか、そもそも気づかない人が大多数でしょ。でもあなたはそれに気がついて、自分で背負い込んでしまう。なんだか危なっかしいのよ、そのあり方が。でもね、そのことに気づけるのも私しかいないのよ。だから今までより近い場所であなたを見てあげなくちゃって思ったの。対する束縛はないわ。私が少し見方を変えて付き合うだけ。問題ないかな。そう。じゃあ、そういうわけでよろしく。最低ですね。水泳部の練習を覗き見だなんて、先輩って本当にいい趣味してますよね。
言い訳でも考えてるんですか？見苦しいですよ、先輩。二人とも、そこで何をしてるの？今は練習中よ。その先輩が水泳部の練習を覗いていたので捕まえたんです。え、練習を？それは本当なの？ということです。塚原先輩、どうしましょうか？そうね、まあ本当に仕方ないわね。まあ今回は見逃してあげるわ。でも次はないからね。塚原先輩、それは甘いと思います。七崎、こういう人に隙を見せると何度でも同じことをしますよ。だからってこんなことで練習時間を減らすのもどうかと私は思うけど。それはもういいでしょ。とりあえず七崎は練習に戻りなさい。そういうことだから。次は遠慮なしに職員室よ。それじゃあ私も練習に戻るから、すぐに出て行ってもらえるかしら？女の子と仲良くなった？気持ちのいい朝ね。ええ、そうね。Thank you.
ところに。ちょっと時間が空いてるんだけど、私とおしゃべりしてくれる？え？だって私のものでしょ？それにこれはお願いだから命令じゃないわ。物は言いようなのよ。うるさいわね。じゃあ楽しい話をお願いします。増えたよ。これからが楽しみだな。なければどっちでも。そうでもないわよ。こっち見てんのよ。どうしてそういう話をするのかな。私なんだか恥ずかしくなってきたから戻らせてもらうわね。心当たりでもあるのかしら。心当たりがなかったらそんなこと気にしないんじゃない。そうなの。わお、それは楽しみ。嬉しいこと言ってくれるわね。
んなお話？そうなんだ。後ろ？いいけど。これでどうするの？え？きれいって。もう急にそんなこと。でも君に褒められるとちょっと嬉しい。ありがとう。うんうん、どんなお話なのかな。せっかくだし別の話にしない？うん、お土産のミニトーテムポール。なんかすっごく愛嬌があってね、私は好きなんだ。君と話してるとすっごく楽しいわね。うん、時間を忘れるくらいに。残念だけど、しょうがないか。またお話ししてくれるかな。よかった。じゃあね。